いやー、丸さん、ちょっとオープニングとか撮ってる場合じゃないんですよ、今日は、マジで。どうしたんですか？再来週、11月の14日の土曜日のエヴァの一番くじ、あれがなんかもう、入ってるって噂を聞いたんで、それで僕、いきなり、さっき言ったんですけど、そうそう、だからもう急がないと、ひょっとしたら2号機 α、A 賞なんで、なくなる可能性があるんですよ。急がないといけないですね。いや、マジでやばいですよ、こんなん、本当にオープニング撮ってる場合じゃないんですよ、今日は。そうですね、でも伊藤さん、なんかすごい今日、おしゃれな格好してますけど。いや、そりゃそうですよね。だって2号機アルファの、くじを引くんですよ。楽しみにしてたんですよ、僕ずっと。あ、それで見てください、これザ・ビーストですからね、これ。もう本当ですね、ラジオエヴァのシャツなんで、これやばくないですか？これかっこいいですね。かっこいいですよね。もう僕はもうかなり今日気合入ってるんですよ。だからなんでもう本当に早く引きたいんで、オープニングはどうでもいいんですよ。なんですけど、まあとりあえずですね、もう最速ですよ、これ多分。最速動画になりますからね、皆さん。世界最速動画を見てほしいですよね。なんで今回は A 賞の2号機アルファ、新2号機アルファが抜くまで帰れませんやりますんで。わかりました。もう全突破でいきますよ、全突破。そりゃそうですよね、もう2週間後のくじは今引けるんで。そうですね。引かないわけにいきませんよ。わかりました。なのでちょっとおしゃれして今日来ましたんで、行ってきます。行きましょう。それでは行きますよ。もうこれフライングレッドなんで、めちゃめちゃ早く引かないと次引かれて困っちゃうんで、もう2号機アルファはもう狙っていきますんで、もう大興奮ですからね、僕。行きますよ。行きましょう。すいません、じゃあ5回お願いします。5回でいけますよ。そうですね、2号機アルファ出せばいいんで。いや、こんなに早くいけると思わなかったですね。確かに。いや、まさかですよ、本当に。完全フライングゲットですからね、これ。いいの、俺。まあ、2号機あれば引けばいいんで。2号機あればですからね。そうですね。それで、もう、ガッツリ決めちゃいますよ。はい、これでお願いします。じゃあ、これでいきますんで。5回で。まず1回にいきます。1回目。相性ですね。相性。まあまあ、1枚目ですからね、まだ。2枚目。あ、いい賞ですね。いい賞です。3枚目いきます。いい賞ですね。さすがに出ないですね。そうですね。相性ですね。5枚目。リングノートですね。なかなか渋いですね。渋いですね。じゃあ、もう5回いきます。まあ、これでいけばいいんで。2号機アルファなんで、なかなか、難しいですよ。なかなか出ないですよね。なかなか難しいですよね。まさかこんな早く聞けると思ったですね。確かに、本当そうですね。はい、これで、いきます。じゃあ6回目いきますね。もうここはもう、もう、行くんで、ぶっ込むんで。ぶっ込みましょう。あ、D ですね。D 賞。フィギュアですね、これ。お、やった。フィギュア当たった。D 賞フィギュアですね。いきます、次。I ですね。いきましょう。次。F ですね。いやー、フィギュア出たんですけどね。そうですね。A 出ないですね。A が出ないです、ダメですからね。G ですね。いきましょう。あー、出ない。厳しい。厳しいですね、これ。これは厳しいぞ。10で D のフィギュアが出ただけなんで、D のフィギュアが。まだ行きましょうか。行きましょう。はい、じゃあ次行きます。A ですからね。そうですね、A を。狙いは A なんで、あくまでも。A が出ないと話がないんで。そうですね。2号機アルファだけに今日は2号機の加工しないですからね。本当ですね。靴まで今日赤で決めなんでかっこいいですね。2号機なんで気合入ってますね。入ってますよ、僕は。行きましょう。もう次11枚目かな。そうですね、11枚目。G ですね。うん、厳しいですね。厳しいですね。H ですね。H。いや好き。はい。F ですね。うわー、きついこれ。なんかもうらしからぬ。そうですね。はい。あ、B ですね。B じゃないんですよ。B のアスカじゃないんですよ。この B のアスカじゃないんですよ。そうですね。B のアスカじゃないんですよ。はい。A なんですよ。僕欲しいのは。あ、また B ですね。B のアスカじゃないんですよ、これ。B のアスカじゃないんですよ。いや、でも、十分これすごいですよ。まあ、確かに15で3なんで、はい、そうですね。これ結構な確率なんですけど。はい。でも、マリってフィギュアありましたっけ ？D。あれ、多分僕の勘違いですよね。多分勘違いじゃないですかね。はい。多分タオルかなんかですね、これ。ですからね。はい、多分そうですね。じゃあもう一回いきます。じゃあ5回。やっぱ B のアスカのフィギュアがあるんで。はい。B のアスカなんで。そうですね、はい、そうなんですよ、はい、で D はちなみに多分タオルなんで、はい、なんか勘違いしてますんでこれ、はいはい、フィギュアじゃないんで、じゃあ僕がいきます。これでも結構すごい確率ですけどね。そうですね、はい、いや、やっぱね2号機アルファなんで、そこまでやっぱあれですよね、向こうも相手も無防備じゃないですよね。確かに、はい、はい、これで20回です、これで。はい。これで出しますんで。いきましょう。はい。いきますよ、2号機アルファ。さあ、A 賞出るか。タオル。いきます。H。H ですね。おかしいですね。おかしいですね。I ですね。はい、いきます。G ですね。よし。ラスト。うわー、出ない。きつい、これは。これはきついぞ。いや、行きますよ。結構行きましたからね、これ。そうですね。まあ、でも、やっぱり2号機アルファなんで、はい、欲しいんですよ、僕も早く。はい、誰よりも早く欲しいんですよ。そうですよね。わかりますか、この気持ち。わかります。はい、ここでやめたら、もう男じゃないんで。はい、行きましょう。行きましょう。はい、行きます。リングノート。行きます。あ、タオルですね。タオル。はい。まだまだ。あやなぎですね。どうなってるんですか、これは。どういうことですか。いや、多分これ多分あれですね。フィギュアじゃないですね。あやなみのフィギュアと、じゃあ、タオルとマリのタオルなんで。はいはいはい、今回アスカのフィギュアと、はい、二号機アルファしかないはずなんで。そうですよね。はい、おかしいです、これは。はい、多分これは間違えてますね、僕が。はい、まだ2枚あるんで、はい、これで C2 号機アルファ出せばいいんで。そうですね。行きましょう。タオルですね。行きましょう。はい、出ない。マジか。結構引いてますね。結構引いてますよ。はい、まあでも行きますよ。行きますか。行くしかないですよね。もう5回で。はい、もうあと5回でお願いします。いやー、アスカのフィギュアは2体ゲットしたんですけどね。そうですね、おかしいですね。はい、いやでもきっとここに隠れてるはずです。これでもう2号機が出てくるはずなんで、はい、もうアスカが2個出てきて。そうですね。でここに2号機じゃないですか。はい、2号機じゃないですか。2号機ですね。2号機食いますよ、これ。いきましょう。はい、いきましょう。はい、タオルですね。いきましょう。もうタオルこれ1年分以上ありますよ、ね、クリアファイルですね。いきましょう。行きましょう。ちょっとこれ、惜しいですね。エヴァンゲリオン2号機イラストボードですから。はい、厳しい。もう行きますよ。行きますか。もう行きましょう。もう初号機、新2号機出しますよ。はい。はい。お願いします。はい、よし。今日はもうだってC2号機アルファを僕は取りに来たんで。そうですよね。はい。行きましょう。行きましょう。はい。なかなか出ないですね。出ないですね。まあでもやっぱりあれですよね、もう2週間も前に先に引けてるんで、はい、まあでもこれぐらい貢献しないと、そうですね、やっぱダメなんですよ。うん、はい。行きましょう。はい、行きましょう。行きましょう。はい。もうなんかもう字とかもう見飽きましたね。そろそろ A という文字が見たいですよね。はい。はい。じゃあお見せしますよ。そろそろ。はい、行きましょう。はい。H です。いきます。はい。G ですね。厳しい。嘘でしょ。うわ最悪の展開。もう出てほしいですよね。そうですね。だって2号機アルファなんで。そうですよね。はい、レシートをお受け取りください。2号機アルファでこんなんね、もうパパって言っちゃっていいですか。はい。いつもみたいじゃなくて。もう引きゃいいんです。もう引きゃいいんですよね。トロのつまり。はい、これで、はい。ちょっとのつまりこれで引けばいいんで、はい。はい。まだもうアスカのフィギュアも出しちゃってるんで、確かに。あとはもうその登場する機体を取らなきゃいけないんで、はい。はい。行きましょう。行きましょう。はい。愛ですね。はい。はい。愛ですね。はい。いや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 、ちょっと待って。あ。いいですか。はい。いいですか、皆さん。ついにですよ。ついにこれ、2号機アルファ。来ましたよ。いきますよ。はい。いいですか。A ですよ。おお。2号機アルファ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。よっしゃー、来た、これ。2号機アルファですよ、これ。いやー、よかったですね。2号機アルファ来ました。来ました。2号機アルファ。あ、じゃあ、教えてください。お願いします。やりましたよ、2号機アルファ、これ A ですね。 A ですね。はい、やったぜやったぜ。2週間前にみんな言って先に手に入れた。テストフィギュアのこちらになりますね。え？テストフィギュアのこちらになりますね。え？テストフィギュアのこちらになりますね。え？いやいや、これ初号機っすね。いや、今回のくじの精神の方がこちらになってますね。いや、初号機っすよね。これは初号機で、いや、2号機アルファ、あれ？これはだって前のやつ、これ僕持ってるんですよ。これだって結構前のですよね。これ7月かなんかにやってるくじのはずなんですけど、いや僕はもう再来週11月の14日に始まる2号機アルファが A 賞のやつなんですよ。そうですよ、それを引くって言ってましたもんね。あれ？あれ？これエヴァンゲリオン初号機フィギュアって書いてありますね。本当ですね。嘘だろ。普通ねえだろ。このもう3ヶ月前だぞ。だって3ヶ月前のくじが残ってるわけないじゃないですか。普通に考えたって。いやー。誰だ俺にエヴァのくじ ありますよと教えたやつ。俺も慌ててきたぞ。本当です。僕着替えて。こうやっていきなり呼ばれましたからね。これですもんね。そうですね。これこんだけ引いて持ってるやつ。そういうことですね。2万円ぐらい使ったような気がするんですけど。ものすごい意気込んでましたからね。これアスカ2個出て。はい。アスカ。なんか僕おかしいと思ったんですよ。D 賞に。いやマリのフィギュア、今回マリのフィギュアなんて存在しないはずだったんで。そうですよね。確かアスカと2号機アルファだけだったんですよ。はい。であとタオルだったんですよ。1メートルぐらいの。はい。これだって綾波レイ歌唱フィギュアも書いてありますもんね。そうですね、書いてありますね。うわー、やられた。そんなうまい話あるわけねえじゃん。だって普通に考えたって2週間後のくじが引けるなんて。そうですね。誰がこんな重ねた言ったのは。ああ、これどうするんですか。これめちゃめちゃ興奮しながら引いたんですけど。これ本当ですね。めちゃめちゃ引いちゃいましたよ。まだなんだろう、今引いてるんですからね。はい。まあ結局こういうことっすよ。結局こういうことだったんですよ。はい。何が2週間後の一番くじが引けるかって話っすよね。はい。はい。見てください、これ。もう初号機っすよ、これ。完全紫っすよ、これ。そうですね。はい。もう初号機っすよ、これ。はい。全然赤じゃなかったです。はい。もう40回引きました、40回。僕は40回ですからね。そうですね。はい。何をこう面白いって話ですけどね。はい。はい。いや、まあ、しょうがないっす、でもこれは。はい。はい。まあね、ほんと、刻んがった僕が悪いんで。はい。はい。刻んがった僕が悪いんで。はい。でも、伊藤さん。はい。初めから分かってましたよね。まあ、分かってましたよ。いや、で、コンビニに行ってさ、まあ、その、3ヶ月前の一番くじで置いてあって、しかも A 賞があったらやっぱ引いちゃうじゃないですか。そうですね。まあ、好きですもんね。はい。いや、これもう持って帰るしかないと思ってあったんで、はい、もう引いちゃいましたよ。ごめんなさい。もう今まで僕もうずっと茶番してました。はい、それはすいません、謝りますけども、まあ、この40回の僕のやる気をもうちょっと皆さん認めてください、これ。そうですね、はい。もうこれを悔しさをバネに、はい、再来週の新動きアルファ、本当のガチの新動きアルファを僕はゲットするまで帰れませんので、はい、はい、そちらの方の動画も楽しみにしてほしいと思いますね。そうですね。はい、もうこの一生分のメモ帳と、今年の大掃除に使うタオルはもうゲットしたんで、はい、これで大掃除はもう簡単にできますんで、今年は。はい、はい、まあ、そんな感じですか。そうですね。はい、なんだかんだ言って、このフィギュアも5体抜いてるんで、実を言うとこれ40回で。そうですね。十分っすわ、これ。全種類揃っちゃってるんで、アスマン以外は。はい。十分、十分っす。はい。十分と思わせてください、もう今日は。そうですね。はい。皆さん最後まで僕の茶番に付き合ってくれててありがとうございました。ありがとうございました。こんな感じで、またじゃあ、再来週の新動きアルファでお会いしましょう。はい。はい。神チューブの神野伊藤でした。チャンネル登録、お願いします。帰りますわ。やっちまったな、これマジで。マジでやった。マジでやってまった、これ。